朝鮮ゴミシは、松サ科の松サ属に属する植物の一種である。落葉性のツル性木本であり、死有一種、5、7月頃に、紅白色の花をつける。果実は、赤い液化で、棒状につき、ゴミシと呼ばれて薬用に用いられる。日本を含むアジア北東部に分布する。落葉性のツル性木本であり、ツルは左巻き。葉は五星し 長枝には互いに離れてつき、単枝にはまとまってつく。葉芯は東蘭型から楕円形、40x に 6cm、先端は栄線等、基部は広いくさび型、縁には56個の波状巨子がある。葉脈の側脈は37体。葉の表面は黄緑色で、無毛、葉脈の部分がくぼんでおり、裏面は単緑色で、葉脈状に毛がある。葉は、 長さ1 4センチメートルであり、平滑。頭芽は長卵形。長さ3 6ミリメートル。葉根は円形から半円形。1A 長枝と配置ビット。単枝にまとまってついた配置 C 葉。表面と、裏面周囲種。下記は57月。花は単枝から生じた長さ1 3センチメートルの花柄の先につき、直径約1センチメートル、方向がある。 花皮片は五九枚、長大円形、紅白色。尾花は四七個のおしべを持ち、花糸が太く、薬は外口する。花粉は六甲粒。目花は丸い花卓上についた十四四十個の理性した目しべを持つ。花中は白色、脂肪は単緑色で二個の肺脂を含む。放火者は多様であり、甲虫、花鉢、蛾などが報告されている。花卓は、 花後に新調するため、個々の果実は、離れて、ぶどうの棒状の集合化になる。果実は、液化、8、9月頃に赤熟し、大きさは、不揃いであり、それぞれ1、2個の腎臓形の種子を含む。種子の表面は平滑。染色体数は 2n イコール24、28。にあルおばな2ビット、メバナ 2c 種子北海道、本州。 朝鮮半島、中国北部、シベリア東部、沿海州、アムール、ウスリー、サハリンに分布する。冷温大林の林園に生育する。三栄市場のゴミシサンビット、ゴミシ茶果実は、ゴミシと呼ばれ、生殖用やジュース、ゴミシ茶、ゴミシ種として利用される。ゴミシの名は、甘味、酸味、辛味、苦味、缶を持つことから名付けられ、植物そのものの名前ともなった。 ゴミ氏は、日本薬局型に、木薬として収録され、鎮害巨炭作用、競争作用などがあるとされる。精油成分として、シトラール、セスキテルペン類として、アルファー・チェイミー・グリーンなど、リグナン類として、スキツンドリンやゴミシン A などを含み、小生粒油、清イ油、人参用酒油、霊冠強味、ツラナツヒトシ油、アンズイケル酸などの漢方法材に配合される。 長野県八村や高木村では健康増進のために朝鮮ごみしの鶴をお風呂に入れ入浴する伝統の民間療法がある。ありがとうございます。